はい、最後は日本の政治の話で、野党を小馬鹿にしてみたいと思います。はい、今度は NHK の記事ですね。立民枝野代表、政治機能せず命失われているコロナで批判って書いてあるんですけど、いや、まあ批判はもうええと、うん、だから何をしたいんだ己は、どんな政策をするからコロナが、俺らが政権を取ればコロナがこれで解決するんだぐらいのことを言ってくれりゃいいんだけどさ、いやまあ無双なのは分かってるよ、無双なのは分かってるけど、でもさ、一応まあこの NHK の記事でも書いてあるんだけどね、うん、面白いよ、日本の政治が機能しないことで多くの皆さんに大きな苦労をかけて命を失われていると書いてますが、さっき言いましたね、命を失われている量減ってます、アンド、多くの皆さんに大きな苦労を迷惑をかけてるの、あなたたちが大きな一員ですが何か、うん、立法府を提出する大きな一員ですが何か、はい、されてる法律だからね、野党側からもしこたま法律出して経験が議論してるんだったら私何も言わんよ、きっとなんからろくでもない批判をするから言われるんじゃねという話で、もう一つがね、今年は、東京都議会議席が増えや、共に日本の社会を救い、日本の社会を変えるために頑張っていきたい、衆院選があるからって書いてあるんだけど、まあ、要は政権交代させてくださいって言ってるんだけど、このね、NHK の記事の中で結局この人たち、この人たちはね、この人はね、何も政策的なことは言ってないの、面白いよね、今の政権が命を失わせている、苦労をかけている、いや、それお前らのせいやろっていうところと、それからね、お前のせいでもないか、政府のせいでもあるけどさ、今はね、結果両性までもできないけどさ、両方悪って意味分からなくなってきてさ、もういいけど、もう一方で、何こう政権交代はしたい、政権交代はしたいって言うんだけどさ、まあ、なんだろうな、中二病のさ、中学生でもさ、もうちょっと現実見てると思うよ、うん、ね、なのくん、いや、まあ、ね、ガチ支持率がさ、一桁って何度も言ってるけどさ、とりあえず、ね、大衆迎合でも何でもいいからさ、政策出しなよ、政策出して、その結果として、ね、どっかの首長がさ、取っちゃったじゃん、給付金出すよって言ったらさ、そのぐらいでもこのさ、いいからさ、とにかく、例えばさ、1回ぐらい支援とさ、ガチだけでさ、死者購入してもじゃないや、10% にまず乗せようよ、そこからの議論だと思うよ、こうなんかさ、支持したいと思っている人たちが支持できなくなるよね、うん、結局、しかもさ、勝つためには、次交代させるためにはさ、今、支持していない人から支持を得なきゃいけないんだよ、うん、知ってるかな、分かってるよね、分かってると思うよ、分かってる、信じたいんだけど、今支持してくれているコア支持層からの支持があるだけじゃ、どんなに頑張っても政権交代はできないんだよ、だって絶対人口少ないんだから、うん、もちろん得票率云々の問題はあろうかとは思うけれどもね、とはいえさ、とはいえだよで、その何、得票率が高い方っていうかさ、投票してくれる人たちって結構ね、年配の方たちが多いから、まあもしこのままコロナが長引いちゃったらで選挙あったらさ、その5老体の人たち、この人たちが来てるけど、5年配の人たちがさ、選挙に行かないって事態もさ発生しちゃう、それもうね、ガンダーソーすらどっか行っちゃうよ、枝野ちゃん大丈夫、大丈夫じゃないと私は思ってんだけどさ、うん、これがさ、産経とか読売の記事だったら、まあこのぐらいの見方になるのかなとか思うんだけどさ、 NHK の記事でこのざまだっていうのが、中身がないってことだよね。 NHK がこう捏造してでも切り張りしてでもくっつけてでも、この言い分だったらまあ支持できるようなこと言ってるなって見えるだろうってことすら言えなかったわけよ。それぐらい枝野ちゃんの言ってることに中身がないわけだ、うん、いや、中身、外面もないわけだな、うん、外面があれば一応継ぎはぎはできるからね、継ぎはぎすらできないっていうさ、単語だけ出せって、そう、せめて単語だけでもですよ、そう、切り張りできる単語だけでも出していれば、多分 NHK 切り張りしてさ、なんとかこう大衆迎合できるような記事にしてくれるよ、それすらしないっていうのはさ、
私はさ、あの正義の怠慢ってあんたも怠慢だと思うよ、ダムちゃん。うん、あの一番迷惑をかけてるのは、正義も相当今迷惑だけど、あんただと思うよ、ダムちゃん。正直、あなたの存在が相当目障りだと思うよ。邪魔だと思うよ。野党のいろんな人たちからしても邪魔だと思うよ。というわけで、まあ一応公人なので、ヒートには当たらないということにして、ヘタラさんにこういろいろ言いたいことをぶつける3問目でありました。ありがとうございました。